イタリ生産者聖セルギー大修道院はロシアにある、聖教会の修道院。モスクワから北東70キロメートルに位置するセルギーエフ、ポサードの町にある、この修道院は、ロシア聖教会において、最も重要な修道院の一つであり、その精神的な支柱とも言うべき地位にある。トロイツェ・セルギー・バラ・ーブラとも転写される。イタリ生産者とは、聖教会用語で、 キリスト教教派でいう3位1体にあたる大修道院と訳されるラブラとは修道院の格式の高さを示す修道院の称号その諸建築はロシア教会建築の有品として知られる世界遺産として登録されており登録名はセルギエフ・ポーサードのイタリ生産者セルギー大修道院の建築的遺産群ルブリョフによるイコンイタリ生産者 当初は大修道院内のイタリ生産者大聖堂にあったが、現在、原本はトレチャコフ美術館所蔵。1345年、ラドネジのかつニもの聖セルギーによりイタリ生産者を記憶した聖堂が建てられ、これが修道院の起源となる。混流直後からラドネジの聖セルギーの指導下で修道院は大きく発展したが、その後も長い歴史の中で、 修道院は発展、拡大を続けた。15世紀に描かれたアンドレー・ルブリオフによる著名内イコン、イタリ製三者は、当初はこの修道院内のイタリ製三社大聖堂に収められていた。16世紀に修道院内最大の大聖堂であるナマ神女、終身大聖堂建立。17世紀には、セングジュ・アライ・ヨアン誕生協会や、セイセルギーの食堂が建設された。 18世紀にはラブラの核が与えられたほか、高さ88メートルを誇る白と青のバロック式首脳が建てられ、院内には神学校が設置された。19世紀には神学校は神学大学に改組された。発展を続けた大修道院であったが、20世紀にロシア革命が起こりボリシェビキ政権が新品、修道士、修道所の虐殺を含む、 宗教弾圧政策を取る中、大衆動員も壊滅的打撃を受けた。修道院は1920年から1945年までの間閉鎖され、多くの文化財が散逸した。ソ連時代後半には若干態度を軟化させたソ連政府のもとで、修道生活が細々と行われるようになった。ソビエト連邦の崩壊後、大衆動員は本格的に復興。 1993年には建造物群が世界遺産に登録されている。創設者であるラドネジの聖セ,セルギーのほか聖マクシムグレク、アラスカの聖院のケンティなど著名な聖人の不及体が多く暗記され、マカリー一世、アレクシー一世といった著名な人物の多くの墓がある。イタリ生産者セルギー大修道院の修道院長は、 モスクワ及び全ロシアの総主教が務める。実務は、セルギエフパサード駐在の院長代理が務める。ラドネジの聖セ,セルギーの遺恨。周りに、聖セルギーの生涯が描かれている。イタリ生産者聖セ,セルギー大修道院、または、トロイツセルギーエフ修道院は、1345年、ロストフ出身の修道士である、ラドネジの聖セ,セルギーによって創設された。 聖セルギーがマコベツ級にイタリ生産者を記念して建立した木造協会が禁言とされる。修道院の初期の発展についてはセルギーと彼の弟子たちによって記録に残されている。1355年セルギーは修道院の施設として食堂、台所、製パン所などを増築させた。修道院に施設の建築を義務付けた特許状は以後、 セルギーの多くの弟子たちの規範となり、これらの弟子たちはこの特許状に従って、ソロベツキー修道院、キリロベロゼルスキー修道院キーラローブ、ベラザースキーモネステリ、そしてシモノフ修道院をはじめとする修道院を400以上建設した。ラドネジのセルギーは中世ロシアにおいて多大な影響力を持ち、ロシア諸公の紛争にあっては、仲介役として調停者の位置にあった。 特に、モスクワ大公、ドミートリー・ドンスコイに対しては、支持を与え、1380年、タタールの首輝きからロシアが解放される契機となる、クリコボの戦いにおいて、戦いに赴くドミートリー・ドンスコイに対して、祝福を与えている。また、セルギーの下で、修道士であった、ペレスベート・ピリスベットと、オスラービア・オズリービアの二人を戦いに送った。 クリコボの戦いの先端を切ったのは、ペレスベートとタタールの戦士、チュルベートの一騎打ちであったと伝えられる。ペレスベートは、この勝負で敗北し、打ち取られた。1408年修道院は、タタール人の吸収に遭い、火をかけられた。イタリ製三社代、制道1422年ラドネジのセルギーは亡くなり、後成人に劣せられた。同年、 最初の石造りの聖堂が1389年のコスボの戦いの後、この地を訪れていたセルビア人修道士たちの手によって建立された。この聖堂は聖セ,セルギーの金欲と神との一体感という理想が反映されている。そして、イタリ生産者を記憶するイタリ生産者大聖堂が建造された。ラドネジの聖セ,セルギーの普及体はこの大聖堂に安置された。 イタリ製三社大聖堂のイコノスタスは、中世ロシア最高のイコン画家である、アンドレール・ルブリオフとダニール・チョールヌイの手による、フレスコ画で装飾された。モスクワ大公国の諸公らは、イタリ製三社大聖堂で洗礼を受けて、感謝の祈りをここで持つことが伝統となっていった。1476年、イワン三世は、精神聖堂を建設するため、 プスコフの建築職人を招聘した。この優雅な建築は、ロシア正教会の教会建築では頂上に主朗をいただく古い様式では、最古のものの一つである。内陣は、艶出しされたタイルが使用されている。16世紀初期、バシーリー3世は、ニコンベッカン、ニコンアネックスとセラピオンテントセラピオンテントを、混流し、セルギーの弟子の何人かは、そこで過ごした。 生新庄終身大聖堂の夜景五百五十九年以番内定の命により二十六年の歳月をかけて六市中式の生新庄終身大聖堂が建設された。生新庄終身大聖堂はモスクワのクレムリンにある同盟の聖堂を模してほぼ同じ形状と大きさで作られている。荘厳な内このスタスは十六世紀から十八世紀にかけて作られたもので、 シモン・ウシャコフの最高傑作である機密制定の晩餐の遺構がある。1684年内陣の壁面には、ヤロスラブリの職人たちによる紫と青を基調としたフレスコ画がある。地下納骨書には、ボリス・ゴドゥノフとその家族、20世紀の何人かのモスクワ総主教らが眠っている。修道院は、騎士によって、ロシアで最も裕福な地主の一つに成長していった。 修道院の建物も増築され、修道院を周囲から隔絶していた森も伐採されていった。修道院の周囲には門前町が形成され、現在のセルギエフ・ポーサードとなる。修道院自体は、ロシア史の記録と遺憾の貴重な中心となっていった。1547年修道院の壁のちょうど、反対側に、イパーラスケは教会が建設され、 聖パラスケは女子修道院が創設された。現在のブベーデンスカや教会である。高さ88メートルの修道。建設当時ロシア一の高層建築であった。1550年代になって、モスクワ防衛のため同士の周囲には、城塞都市が建設されたが、同様に修道院にも、北東からの侵入に備え、周囲に12基の塔を備える1.5キロメートルの、 石壁が作られていった。1608年から1610年にかけて、ポーランドリトアニア共和国によって行われた16ヶ月に、及ぶトローイッツェセールギエフ大衆動員の包囲戦、シージオブトロイッツィ、セルジバロブラにも耐え抜いた。大聖堂門のロート港は、1618年のブワディスワフ4世による包囲戦を退けたことを記念して保存された。こうして、 トローイツエセルギエフ修道院は、ロシアにとって愛国心や不当不屈の精神力の代名詞とも言うべき存在になっていった。歴代皇帝は、戦いの前後に修道院に赴き、聖セ,セルギーの遺恨を手に、戦場へと走るようになった。17世紀末まで、若きピョートル大帝が、政敵から二度にわたり、修道院に逃れるなどしたこともあり、皇帝や皇后を、 公儀交換を迎えるための多数の施設が建設された。その中には、皇帝のための迎賓館、おなり御殿とも言うべきバロック様式の皇帝宮殿がある。聖セ,セルギーの食堂は中央に柱などの支えがない、ロシア最大規模510平方メートルを室内空間であった。5つのドームを要する、門上、プレッテンチェスカや教会は、 1693年から1699年にかけてストロガノフ家の寄付によって建設された。その他、17世紀の建築物としては、修道士の居室、ゾシマサバティ教会をいただく病院などがある。なお、教会混流の際、神聖とみなされる井戸が覆われてしまったが、あとに1644年発見された。1744年除定。 エリザベータ・ペトローブナによって、トロイツ・ェセルギエフ修道院は、ラブラの核を与えられた。以後、モスクワフ主教は大修道院長を兼務するようになる。エリザベータ自身もしばしば修道院に行行したが、こうした女帝の行行には、女帝と秘密結婚をしたとの噂もあった長身、アレクセイ・ラズモフスキー伯爵も堂々した。ラズモフスキー伯は、 スモレンスクにある聖マリア教会の管理も行っていたが、この教会は最後に大衆動員の核を得た教会であり、エリザベータお気に入りのもう一つの教会であった。イワン・ミチューリンとドミトリー・ウフトムスキー設計による高さ88メートルの白と青のバロック式首楼は、当時としてはロシア一の高層建築であった。1890年代に撮影されたイタリ生産者、 セルギー大修道院の後継1764年女帝エカテリーナ2世によりロシア国内の修道院が所有する領地と濃度は国家の所有となった。この改革により修道院が保持していた政治的経済的権力基盤は掘り崩され国家による一元支配が貫徹されることとなった。もっとも19世紀を通してイタリ生産者セルギー大修道院は ロシア正教の修道院中、最も豊かな地位を保った。エカテリーナ2世の懲戒司祭プラトンは大修道院院長であったということで特別な配慮がなされたことも影響した。さらに大修道院はロシア正教会の一大宗教センターとして発展を遂げた。1742年に設立された神学校は1814年に 教会アカデミーに改祖された。大修道院は、写本と、正教関係の書籍の一大コレクションを誇った。大修道院が所有する中世の聖物室サクレスティは、たくさんの訪問客が訪れた。セルギエフ・ポサドの市内には、大修道院の他にも、いくつか、小さな修道院が建立され、その中には、哲学者のコンスタンチン・レオンチェフやバシリー・ロザノフなどが埋葬されている。 ニコライ・ドゥボフスコイによる、イタリ生産者制セルギー大衆動員にて、生新女就寝大聖堂の内観一部、イコノスタスが見える。1917年のロシア革命後、ソビエト政権によって1920年に、大衆動員は閉鎖された。ソ連政府により、大衆動員の建築物や装飾品、イコンなどは国有化された。1920年ソ連政府は、 修道院軍を野外文化財博物館に転用する決定をした。しかし、その後も文化財破壊は続き、1930年、大修道院にあった金はすべていつぶされた。その中には、皇帝の金と呼ばれた65トンの重さを誇った金もあった。多彩な聖職者であったパーベル・フロレンスキーと彼の部下は、ソビエト当局による大修道院の 正規物売却を防ごうとしたが果たせず、多くの貴重な文化遺産が失われ、他のコレクションへの混入や、ロシア国外に流出する事態を生んだ。第二次世界大戦、さらに独ソ戦が勃発すると、対独戦争完遂のため、スターリンは、従来、ソ連共産党が取っていた方針を転換し、国民のロシアナショナリズム、愛国心の湖水のため停戦時代の英雄や、 宗教的権威を認めた。その一環として1945年、大衆動員跡は、ロシア正教会に返還された。1946年4月16日、生信女終身大聖堂において、聖堂を再び方針礼に用いるため、生成式が行われた。1960年代から1970年代にかけて、主要な文化遺産の復元修理が行われた。 大修道院には1983年までモスクワ主教座が置かれたが、1983年には、主教座のモスクワのダニーロフ修道院への潜座が決定された。以後、大修道院は、ロシア正教会における宗教教育の主要なセンターとして位置づけられた。1993年にイタリ生産者セルギー、大修道院を中心とする建造物群は、ユネスコによって、 世界遺産に登録された。かつて、天井の高い生新女終身大聖堂は、冬の方針令に適さなかったため、夏の間だけ用いられた。このためこれを、夏の聖堂、もう一方の大聖堂であるイタリ製三社大聖堂を、冬の聖堂と呼んだ。世界遺産登録後は、生新女終身大聖堂に床暖房が入り、季節を問わず、方針令が行われるようになった。 現在、イタリ生産者セルギー大修道院では、いくつかの聖堂を用いて、朝5時から計4つの生体礼儀が行われている。方針礼には、一般の信者も参加することができる。朝5時の方針礼は、イタリ生産者大聖堂で行われ、普段はガラスで覆われている聖セルギーの普及体に、直接接吻をする機会が与えられる。 このため早朝にもかかわらず多くの信者が参拝する。また修道院の一角にはホテルが設置され、多くの巡礼者がロシア人を中心に集っている。上述の通り、1920年ソ連政府によって野外文化財博物館となり、その後、ロシア正教会によって文化財の復元修理が行われていった。1993年ユネスコによって、 修道院全体と周辺の建造物群が世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。イタリ生産者セルギー・ラブラのパノラマ。ありがとうございます。